キオも仲間に加えた幼者討伐軍。そのダッキの過去に渡ることでついに幼者出現という現象を、そこは幼者によって誰の命も失われていない世界、全ての英雄が生きて、しかし今の討伐軍はダッキを守る立場にある。時を超える力のこと、滅亡に向かう未来のこと。私の過去にようこそ。というわけで、いきなり敵に囲まれてたりして。そうか、ここでの俺たちの敵は人間って、ギーあれは父上と兄上じゃ。お二方とも、この時点ではご健勝の様子、喜ばしいことね。いや、まあそうなんだが、さすがに敵に回すのはめんどくせえ。あ、そうそう、私の記憶だと途中で怖い人が来たはずだから気をつけてね。とにかくこの状況を切り抜けなければ、たとえ芝一族の方々と戦うことになっても。ダッキとそれに組みつけるものを落とす。
The worst is yet to come. We can't worry about him right now. We got other things to worry about. この時代の人間を全部敵に回さなきゃならないのか。
そうだ。ほら、見てみな。おーい、松だよ。俺らたちも一緒に行くぜ。宗室元父上の指示、お前たちに力を貸せと。宗妃らは義の中枢を担う立場。軍師たる曹操が貴様たちを認めぬ以上、今後も敵対せざるを得ない。代わりに俺たちが協力する。宗妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた証。せいぜい期待に応えてみせ、将。呂と朝鮮が戦場にいたようだ。知らぬ間に姿を消していた。仲間にする術があれば戦力として期待できよう。幼女の出現を防ぐためにはある場所へ行かないといけないの。オロチ様の協調ご指示よ。というわけで千葉将さんたちはしっかり私を守ってね。馬長さんと半兵衛さんは邪魔する人たちをやっつけちゃって。邪魔する人っていうのはお友達だと思うけど。それじゃ頑張ってね。本気を出せばこんなもんだろ。ハッハッ、上出来だ。